引き続き、進めていきたいと思います。はい、首相になったら自分だけでなく閣僚や自民党の三役にも派閥を離脱するよう求める考えを示しました。河野氏は記者団に対し、国政選挙や地方選挙に立候補できる被選挙権について18歳まで引き下げたらいいのではないかと述べました。これについて長尾さんのポストもご紹介しましょう。はい、長尾さんのポストを読んでいただきます。河野氏、18歳まで引き下げたらいいのでは、国政選挙などに立候補できる年齢に言及。もし総理になった場合、閣僚党三役に派閥の離脱求める。てか、まずはご自身が派閥を離脱された方が地図妻が合うと思います。これでは説得力がありません、と。その通りです、ね。長尾さんのおっしゃる通りなんですが、畔蒜さん、このいや、これね、あの閣僚党三役に派閥離脱を求めるって今麻生派しかないんですけどね、はい、何言ってんですかね、これ本当に何言ってんですかねっていうところとですね、真面目に言うと18歳って、ね、ちょうど私の息子18歳なんですけど、子供ですよ、うん、正直言って、あの何でも若くすればいいっていうものではないし、そもそも選挙権の引き下げだってね、成人年齢もそうですけども、ほとんど何の意味があったのか、私は本当に疑問に思いますね。あの本当にその辺思いますよね。しっかりと、例えばオリンピックの退場選手の問題も含めて、この18、20歳も含めてですね、本当に適切なのか、特にこのっていうか何の意味があるんですかね、この河野さんの発言にはということで、でもあの私はあまりですね、あの特定の批判というのは表にしない方なんですが、ちょっと河野さんの発言を見ていて、先週あのたまた先ほど言いましたように、ちょっと静岡で缶詰になってたんで、珍しく朝からずっとテレビ見て、河野さんがですね、まあ、フジテレビ出ていて、なんだろうこれ、保守系の私でも言ってることわからない、日曜報道フルで出てましたね、はいはい、何を言ってるかって、すいません、この13番のブロック太郎の記事、はい、ブロック太郎の記事です。自民党総裁選への立候補を表明している河野太郎デジタル相は、1日のフジテレビの番組で自身の X での誹謗中傷や反対意見を遮断できるブロック機能の起用について、誹謗中傷はダメだと、むしろ総理のような人がはっきり言わないといけないと述べ、首相になった場合でも継続していく考えを示しました。河野氏の X のフォロワー数は政界最多の250万人を超え、強い発信力が強みだと。ただブロック機能を多用するため、ブロック太郎との異名も持つと毎日の記事に書かれてます。はい、あのこの番組見てて、河野さんの基軸が明確に分かりました。自分しかないっていうところで、あのブロック、誹謗中傷ブロックっていうのは、これ政治家としてこの考え方というのは、畔蒜さんどうなんでしょうか。今日面白いことがありまして、午前中たまたま無所属の港区議さんと話してたら、河野さんと何の面識もないのに見てみたらブロックされてたって突然ブロックされてた。エゴサーチをずっとしながらブロック相手を探しまくってるんじゃないかっていう。自分で探してるの。いや、名護さん、ありえそうですね、ブロックってまあブロックされたら一人前だみたいなねそういうことを言うと、本当に私は人間が至らずに河野太郎さんからブロックされてないんですけれども、まあこの誹謗中傷と思うのは、まあ非常にあの内面的な話ですよね。だから X にまあブロックって機能があるなら使う人は使えばいいし、使わないなら使わないで。で、私も昔は結構ブロックしてたんですけど、ここ 4,5 年はもっと前かミュートをしようと思って、やっぱりねすごいの来るんですよ、心が折れそうなような、そういう時は、まあ、ミュートの機能があるからそれでいいと思うし、まあ、あのやっぱりこういう SNS をこういう使い方をされる方なんだということで、認識をしたらいいんじゃないですかね。あの、数年前の話ですけども、立憲民主党に小西さんっていう、ね、はい、さん、はいはいはい、で小西何さんでしたっけ名前、ひろゆき、小西ひろゆきチャレンジっていうのが一時期当時のツイッターで流行ったんですよね。小西さんの欄に何かコメント書き込んで
ブロックされるっていうゲームが流行って、そんなゲームがあったんですか。私もされたと小西ひろゆきチャレンジ成功とか。もうそういうふうに一人前ですね。一人前ですね。そういうふうにネタにされるわけですよね。こういうことをやってるとですね。山田先生はブロックされてますか。私まだ垂れて、いや私書き込まないんで今日読んでるだけ、あーはーと思って書き込みやしないんで河野さんには。ただまだそのサーチの中に私入ってないんですね、まだ。でもこれ結局ね、今回の河野さんのキャッチフレーズが、まあ、国民のちょっと正確に覚えてませんけれど、まあ、国民の声を聞くみたいなこと言ってるわけですよ、はい。まあ、ブロック太郎じゃそれは無理ですよね。無理ですよね。いや、あのただあの河野さんに関しての闇に関して、私昨日の産経新聞、あの桜井よし子さんの記事を見てて明確に分かりやすい、はい、あのこれは感情論じゃなくて数字も踏まえた上で何が問題なのかということを指摘されていましたので、ちょっとそれに関する記事を読んでいただけますか。はい、では13番の記事です、河野太郎デジタル省は世の中から信頼を得られるような議論が必要だとして不記載額の返納を提唱している。河野デジタル省による自民党派閥パーティー収入不記載事件についての一連の批判と提言はむしろ河野氏自身にも向けられている。世間では死につきまとう中国ビジネスに関連する疑惑や懸念が絶えない。父陽平氏が会長、弟の次郎氏が社長のファミリー企業日本端子であるなどと書かれてますね。この日本端子の問題も実際に株の動向と踏まえまして、桜井さんが問題を指摘し、まあ、本当に利益誘導になっていないのか、これはですね株主もあるというところなので、河野さんの説明責任というのは今の段階で必要だと思うんですが、安倍さんこの記事ですね、私は非常に明確に分かりやすかったんですが、はい、はっきり言えることは、およそ親中派と言われる先生方は中国ビジネスに関わっちゃいけないと思いますね、はい、中国側はいろんな意味で人為的に、ね、操作する国ですから、表向き何の不正がないように見えても利益誘導とかそういうものが必ず入ってくるかと見た方がいいわけですね。でそれをね、私をもらってませんシロですって言われたって誰も信用しない、最初から中国とはビジネスはしないと、その上で友好を深める、それはもう切り離すべきだと思うんですね。やはり政治の中枢に入るということであれば、身はですね慎んでいかないと、特に金目の問題はですね、はい、また金額的に、はい、中国はその金だけじゃなくてハニートラップとかいろんな方法を取ってましたよね、はい。まあ、かつて橋本龍太郎さんとかもねそれに引っかかったわけですけど、当時公安調査庁の菅沼さんという第二部長から聞いた話だと、中国が意図的に情報を日本側に流してきたと、でそれでその橋本龍太郎さんに何をしろとか命じるわけじゃなくて、そういう情報を流すことで圧力をかけて中国に不利なことをさせないようにする、まあ、いろんなやり方をするわけで、もう本当に政治家は中国だけは警戒をしていかないといけないと思うのに、実際は逆ですからね。見てるよっていう牽制ですよね、はいはい。結構日本国内でも政治家含めて有力者のですね、まあ、政治あるいは研究機関主導の方々のですね、なぜかご指定の多くが北京大学、清華大学に留学する、特に北京大学多いんですよ。で帰ってくる時になぜかですね、美人の奥さん、中国人の奥さんの候補を連れて帰ってくるという私複数聞いてるので、これただ結構お嬢さんを向こう側の大学に留学させてるというケース、相手を見てやり方を変えるわけですよね、はい。これ亀井静香さんから直接聞きましたけど、亀井静香さんの場合はなんか部屋に美人の女性が勝手に 入ってきて服を脱ぎ始めたって言ってましたね。で亀井静香さんはそれを追い返したって言ってましたけど、本当かどうか分かりませんけどね。いや私も、はい、ハニートラップの経験がありますよ、はい。まあ、これ何度も言いましたけど、まあ、私は小沢一郎さんと、はい、訪中団で毎年行ってて、ね、今回二階先生習近平に会えなかったらしいですけど、僕ら当時胡錦涛とね、僕も握手をした写真が今ネットで出回っておりますけれども、まあ事実なんでね、もうしょうがないですよこればっかりは。ただその時にホテル入ったらコンコンって言ったら絶対開けちゃダメだよってこれは言われていた、それは何かというと開けたところにカメラがあるから
部屋に入っていったのか出ていったのか分かんないから取られた時点でアウトだからと。だけど仮に取られたとしてもそれはすぐには表に出ないから、つまりずっとデータをいろいろ持っていて、いざっていう時に、まあ、どっかで出すと、まあ、さっきおっしゃったすごくよく分かりますよ。いろんな、なんかあの本人が例えば撮られていない写真を撮られていて、それがいざっていう時にこう出ている、そういうことがあるからっていうことを、まあ、僕は中国行くたんびに、注意を受けて、まあ、帰ってきてるので、あの何もなかったですけども、あでもやっぱりあの電話がかかってきたりとか、ああいうようなことっていうのはよくありましたよね、あこれかと。これも実際に私もですね、あの国土交通省の方と一緒にある方たちのグループと中国に行ったんですよ、はい、そこそこの方が夜いなくなる、翌日自慢げに話をしてるんです、アウトじゃないですかと、あれカラオケボックスにね絶対行っちゃダメだって僕らも言われましたね、カラオケボックス行ったらもうそのままだからって、ロシアもそうなんですよね。ソビエト時代かな、ロシアになってからかな、ちょっとはっきり覚えてませんけども、安倍さんがやはりそのロシアに行って記者団とかと合わせてその報道団の人たちと向こうの懇親会みたいなのがセットされて、あではここ危ないなと思ってたら案の定なんか女性が接待に入ってて、で A 新聞の Y 記者が、女性と消えていったとかですね、もう絶対取られてますよね、はい、まあ、本当に怖い国だということ で、はい、身を包んでいきたいと、はい、あのもう私多分ここにいるメンバー中国帰っちゃった、すいませんね、いろいろなこう話実態を聞いて、あのもうでもこのメンバーみんな中国入れないですから、入れないです、はい、入れないですか、帰ってこれなくなるんです、やっぱり皆さん怖い目に遭ってますね、はい、ちょっとあの河野さんに関しては自分を明確にするためにですね、この日本大使も含めのディスクロージャーをですね求めていきたいというところで、あの櫻井さん明確に書かれていますので、あでも絶対しないでしょうね、やっぱりなんかあのご自身にとって答えづらい質問に対して記者さんのはい次の質問、はい次の質問ってね、あれが河野さんという方のお人柄ですね、はい、ですからこの日本大使のことについてもはい次の質問ということになるんじゃないですか、それはブロック太郎ですからね、はい、質問をブロックする、ですからあのその調子でガンガン言っていただければと思います、はい、誹謗中傷の質問にはブロックします、そうですね、どうぞ今の調子でガンガン言ってください、あのどんどん続くマイナ太郎はい、厚生労働省は30日マイナンバーカードに健康保険証の機能を載せたマイナ保険証の利用拡大に向けて追加策を講じると発表しました。利用実績が低い医療機関への個別の働きかけに取り組みます。7月の利用率は前月比 1.23 ポイント高い 11.1%13% だったことも明らかになりました。マイナ保険証をめぐっては2023年マイナンバーに別人の情報が紐付けされるトラブルが判明し、一時は利用率が 4% 台前半に落ち込んでいました。あの昨日あそのこの日曜日にですねこのことも話していて、全然ですね言ってることがもうあくまでもあのマイナンバーカードを持っていなければ何もできないと本人も言ってるような話し方しかしてないんですけど、マイナンバーカードに対して、まあ、これは普及の仕方もですね、私はあの必ずしも悪いことだと思わないんですが、普及の仕方とこれを上から目線で広げるというのは無理だと思うので、この辺マイナンバーに対する考え方というのはどう見ればいいんですかね。中尾さんどうでしょう。これね、実はマイナンバーと健康保険証を連動させた方がいいっていうことを一番最初に言ったのは間違いなく僕と維新の足立康議員なんですね、はいはい、僕これあの厚生労働委員会で何度も質問してたんです、あのまだマイナンバーカードが本当にできたほやほやの頃ですね。ただやっぱりここにあの出てるようなあのトラブルがあるっていうこと、まあ、これはね、まあ、僕からちょっと言わせていただくと、委託した業者がねあまりにもずさんなんですよ、はいはい、
一時あの中国系企業にあのデータが流れたってのあったでしょ、年金のデータが、あれと同じようにもっとねちゃんとしたところにちゃんとした予算つけて、で厚生労働省がどこに受注してるのかっていうことをちゃんとやれば、こういうミスはゼロにはならないけれども極めてゼロになる、近づくと。でやっぱりマイナンバーっていうのは例えば医療関係者から言わせると、例えば119番で救急車で運ばれたその集中治療室、さあどうしよう、この人はどういう既往症があってどういう薬を飲んでるのかっていうことがわからないから、その場で一刻も早く救急で治療しなきゃいけないのに検査をしなきゃいけないと、だけどもマイナンバーで、まあ、まだそういう状態にはなってないですけど、将来的に体の情報が全部ここで医療関係者に分かるようであれば、MRT だとか CT スキャン取らなくても、なるほどその人のデータをこれで見て、まあ、迅速にやれるとかですね、やっぱり大変なメリットがたくさんあるっていう、その途中のところでその情報の移行作業だとか登録作業の時にこういう安い業者をやっと使ってですね、委託して、さっきの NHK じゃないですけど、もっとね金かけてもいいからちゃんとしたところに頼めっていう話なんですよ。ところが頼まなかったものの、そのデータ構築の上にまた成り立っちゃってるもんだから、今こういう状態になってる。ですからもう一回ゼロからね、あの構築するぐらいの予算つけていけば、僕はマイナンバーカードっていうのは制度そのものというのは、あの間違った方向ではないと思うんですけれども、やっぱりちょっとあの準備の段階でちょっともうずさんすぎましたね、これはね、本当そう思います。阿部さん、マイナンバー、はい、いろんな言い方が出てますが、まあ、マイナンバー自体はその悪い話ではないんだと思ってます。ただマイナンバーカードって私持ってからだいぶ経つんですけど、実質使ったことないんです。ないですね。ないですね。これ、はい、そうすると誰だってね、これ何か意味あったんだろうかと思っちゃいます、ね、そうなっちゃうんですよ。おっしゃる通りですね。健康保険、自動車の運転免許、みんな一元化っていう話だったじゃないですか。そうすれば1枚持てばいいですね。で今マイナンバーよりね、ごめんなさい、携帯の方がよっぽど一元化してますよですね。この手のひらの中にね、人の表現変えると世界が乗っかってるって話で、はい、全部これでできちゃうじゃないですか、はい、だからそれはマイナンバーでねできないはずはない、はいはい、うん、まあ、今ちょっともうあのずさんな状態になっちゃいましたけどね、ごめんなさい。特に健康保険に関してはですね、私はあの名越さんの意見に賛成で、健康保険証ほど曖昧な身分証明書ないじゃないですか。今度やっとね写真がないのに、なんでこれ本人証明になるんだって僕厚労省委員会で質問したことあるんですよ、はい、答えられないですよね、でもあれはあの禁止になりましたから、はい、あの健康保険証写真のないものではあの本人確認ができないっていうふうに、はい、あの運用が変わりましたんでね。いや、あれを本当に不思議に思ってたんですよ。おかしいです、うん、で実際はちょっとこの映画なんか見ていても、人に貸したとかいうね、平気で一般の中に流れてるんですよ、うん、だってこれを変えなきゃいけない、やはり顔写真がないと、しかもこれ健康に関わる問題で、じゃあ間違えて他の人のデータが使われてしまうということも十分考えられるわけですから。なりすましでね逮捕された人結構多いですから ね、うん、でそれで、まあ、落としたものでお金を借りられてしまう、借りちゃう、はい、借りれちゃう、まあ、その辺も踏まえてこの統一感というのが求められるところだと思うんですけど、マイナンバーは登録されてます？私も登録はしていなかったんですけども、はいはいはい、やっぱりそうしたあの病院の通っていた履歴だとか自分が飲んでる薬だとか、なんかそういったものがきちんとデータ化されるっていうことに関してはすごくあの国としてしっかりと取り組んでもらいたいなっていうことも思ってました。これ本当にきっかけないと手続きが、正直言って理解かな、市役所私も言って、しかもわからないじゃないですか。あのこれはもう少し分かりやすく、そしてやるならやると、統一するなら統一すると言ってくれればですね、メリットは分かるので、あの最初のね、あのシステムの構築の段階からおかしいんですよね。あの前なんか例えば引っ越しするとね、もう一回作り直ししなきゃいけないんですよ、はい、あの住んでる住民票がのところでマイナンバーやるんで、引っ越しするとまたやり替えなきゃいけないっていう、そういう手続きがあるんでね、印鑑証明もそうでしょ、あの本当に統一してくれるはずだったので、そうすればですね、あの
免許の書き換えと同じような感覚で行ければですね、全て済むなんですが、なかなかあの統一感がないっていうのが現状で、あの私も阿部さんと一緒で一回も使うことなく現在に至ってます。僕も使ったことないです、はい、住民票ぐらい、はい、使いやすいものに変えていただきたいと思います。はい、ではあの今週のメガネ、はい、では岸田首相についてのこんな記事です。韓国の大統領府の高官は1日、岸田文雄首相の韓国の訪問について日程と議題を最終調整していると記者団に明らかにしました。詳細は近く発表する準備をしていると述べるにとどめています。日韓両国の関係者によると、岸田氏は首相退任前の 6、7 両日に訪韓し、ユン大統領と会談する方向です。岸田氏はユン氏との会談で対北朝鮮での安全保障協力など連携継続を確認、来年の日韓国交正常化60周年の節目を控えた関係強化も協議する見通しです。これ、やめると分かってる総理にどれだけの向こうが真剣にものを言うのか、阿部さんどうなんですか、これ。まあユンさんとしては受け入れざるを得ないですよね。はいはい、まあ、でもせっかく行くんだったら、それこそ中国の昨今の異常な軍事行動に対する共同声明とかのいい機会になるんでですね、それぜひやってもらいたいなと、はい、まあ、単なるセンチメンタルジャーニーで終わらせたく、はい、終わってほしくないなと思いますね。じゃあ阿部さん、韓国だけじゃなくてね、米国にも行くんでしょ。国連演説を、はい、役人に、はい、任せて、で上川さんも総裁選があるから行かないで、役人が国連演説をやるけれど、岸田さんはバイデンに会いに行くんですよね。でバイデンは次の大統領選挙不出馬を決めてるのに、じゃ あ, あのせっかくだから2人で言いたいことですね、中国に対する言い方ことを世界に発信してもらいたい、ね、はい、まあ、韓国行くんだったら竹島返せって、まずそこから入ってほしいですね。いや、まさにそこからですね、うん、まずは竹島問題を解決してから、うん、まずは私の時代で解決するって言ってくないですか、ね、はい、返せ、はい、返せ、はい、返せ、私の人気中に解決する、はい、じゃあすみません、阿部さんの20番文化人版、はい、では極限ごめんの、はい、はい、極限ごめんです。自民党総裁選、あ、ね、あ、最初から見ましょう。刑事事件に、一時不再理の基本原則がある、刑事裁判が確定した場合再び起訴することは許されないというもので、事後法訴求処罰の禁止、一時不再理について規定する憲法39条も同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないと定める。政治の世界と刑事事件は同じでないにしても、これは社会を正常に運営するための常識の範疇だろうというところから、この自民党総裁選の候補者からから派閥のパーティー収入不記載事件に関わった議員の処遇について、この基本原則に反するような言葉が飛び出すのはキーであると書き始められておられますが、阿部さんお願いします。はい、これは石破さんがまずその公認するにふさわしいかどうか徹底的に議論すべきだという、まあ、いわゆる不記載議員に関して言ったことが一つと、河野太郎さんが、不記載文は、返還してはどうかと、返還って言ったんですよね、そしてそれをけじめにすればいいっていう趣旨のことを言ったわけですが、両方とも何言ってんだと。そもそも、不記載議員はまず去年の段階ですでに役職を自ら辞めるからしけじめを取って、でさらに今年4月には岸田さんから命じられて、もう一度、まあ、離党勧告その他の処分を、役職停止の処分を受けているわけですね。もう2回処分を受けてて、さらに非公認というのを重ねるというのは、これ3回罪に問うことでね、もうこれ本当にまさしくこの日本国憲法の政治にも 反することだろうと。次に河野さんは返還すればいいと言っていたけど、あのこれ誰に返還するんですかという話ですよね。不記載文というのは結局パーティー収入を議員や秘書さんが自ら稼いできたものを記載しなかったと、記載しなかったのは悪いけれども、これを返還するって意味がわからない、その企業だか団体だか個人だかに返還するんですかと、じゃなくて国庫に納付するっていう意味で言ってるようですが、それは国庫に納付すべき対象なんですかと。もう本当にね、このポピュリズムというか、ワイドショーマスコミに受けがいいようなことばかり言って、
本当にそれが法の精神とか社会常識とかあるいはあるべき姿と全く関係ないことを言うのが石破さんとか河野さんだなということを本当にしみじみまた思いましたね。なんか自民党の中で立民が普段やって国会でやってるようなことを平気で蒸し返し蒸し返しこれしかないのか、はい、で永遠にそのこれから、ね、新しい総理になるに向かって自民党の新たな課題いや積み残した課題について論じるべき時にもうまた政治とかに戻るんですかと、もういい加減にしてくれと思いますね。本当にいい加減にしてくれ中尾さん、このいい加減にしてくれどうにかなんないですかね。このもう選ばないというしかないですか、ね、まあそうでしょうね、いやこのね安倍さんのねこのコラムはまあ、他もずっと特に今回秀逸で僕ら政治の側がなかなか言いづらいことを最後の下りでね言ってくださっていて、つまりまさに対象がね生贄に欲しいようなところにね政治家が食いつくなと、で私流に、まあ、安倍さんのこの、コラムを拝読させてもらって思ったのは、もっと政治家は大衆に対して物申せと、大衆本当それでいいのかと。確かに政治家の問題も大事だけど、ウェイトを考えたら外交安全保障とか我が国の危機がどういうふうに、中ロ北からね脅かされてるかって、そっちの方がウェイトとしてはでかいだろうというようなことをやっぱり政治の側がちゃんと言わなきゃいけないっていう、まあ、学びをいただいたけれども、まあ、九段のお二方は相変わらず大衆の側に引きずられてらっしゃるなっていうすごいご指摘で素晴らしいコラムだったと思います。まあ、他のメディアは大衆を考えてるのかっていうところで、西川貴教さんがミュージシャン、はい、面白いこと、面白いか的確のことを言っていただいてます。そうですね、はい、こちらミュージシャンの西川貴教さんがフジテレビ系のワイドなショーで自民党総裁選にいの一番に出馬を表明した青山繁晴議員について、他の報道もすごく少ないが青山繁晴先生の名前が候補者の中に載っていないんです。こういうことをされるってどうなんですか。なんなら一番最初に出馬表明されたのは青山先生でした、全く扱われていないと訴えました。これ多くの国民が不思議だなと思っていたところですね、なぜに意図的に、私も先週地方の局でですね先々週解説している中で青山さんの名前がない、なんでだろうってその時は流れてしまったわけなんですが、いやこの西川さん僕大好きなミュージシャンなんですけどです、ね、声が出ないですね、カラオケ行ってもさすがにホワイトブレス でも歌おうとしてるってすごいですいやどうして出なかった、やっぱり不思議なんですけど、これ阿部さん、はい、まあ、実は先週もこの場でちょっと話した時に阿部の説明納得いかないっていうふうに言われましてですね、まあそりゃそうだろうなって自分でも思うわけですよね。っていうのはね、おそらく推測でしかものが言えないからなんですけども、青山さんってその閣僚もやったことないし、党のその高い役職とかに就いたこともないし、したがってその公式な記者会見とか、そういう発信の場で何かを述べられたことはあんまないんですよね。時々官邸にその議員の勉強会の関係で来られたり、そういう時にはぶら下がりとかされてますけど、したがってですね、なんかみんなその参議院議員で解散するのかとかそういう問題も含めまして、これ偏見だということを認めた上で言うけども、なんか青山さんがそういう総理とかそういう対象だという認識がマスコミの中にポカンと抜けてたっていうのは確かにあると思うんです。はい、名護さん、何ございますか。例えば私が総裁選に立候補しますというふうにそれぞれの方々がおっしゃってる、その事実だけが僕は重要だと思ってる。その方がどういう経歴があるのかとか、どういう人だとかいうことは後になっていろいろ議論あるんですけど、私にやらせてください、私は立候補する予定ですっていうことを言った事実がやはり報道されればということになるんで、やはり僕もなぜ報道されないんだろうということはもうずっと思っていました。そんなに難しい話ではなくですね、はいはい、その事実は事実として、だってね、公職選挙法に基づく選挙だったら、まあ、言うたらですけど、どんな泡沫候補の紹介だってするじゃないですか。青山さんが泡沫だって言ってんじゃないですよ、まあ、公職選挙法に関係のない
あの選挙ですから、だからといってじゃ あの報道がね、その事実を別にあの報道しないことで済まされる問題じゃないんじゃないかなと思いますね。あの西川さんのように、まあ、ミュージシャンといっても政治的には一般人じゃないですか。やっぱりあのこういう方がでもなんか ね、はい、あの稲妻ロックって毎年やってるんですよ、はい、僕も行くんですけど、はい、草津でね、はい、あの一部噂では半分冗談ですけど、あの TM レボリューションもしかしたら滋賀県知事狙ってんじゃないかって もっぱらみんなで言ってる。いや、あの環境問題も結構突っ込んできてますし、すごいあのあれですよ、はい、環境もそうだし経済も詳しいし、はい、勉強してますよね、そうやったら噂が立っても仕方ないかなぐらいの、絶対狙ってると僕は思いますけど、ね、はい、あのいやだからあの続きで言うとね、マスコミはねだから途中になって慌てたんだと思うんですよ。あ、よくよく考えてみたら青山さんはその自民党の党員獲得数3年連続1位だし、はい、党員票結構取るんじゃないかなとか、そういうことを後になって思い至って、で、あ、これからちょっともうちょっと報じなきゃみたいな話に今なってるんだと思います ね、 そうですね、はい。